ベネツィア領モレアでは1688年から1715年にかけてベネツィア共和国が領有していたペロポネソス半島の植民地について述べる。公式名称はモレア王国。ベネツィアは1684年から1699年まで続いたモレア戦争によってオスマン帝国からペロポネソス半島を獲得した。ベネツィアは ここの人口を回復させ、農業と経済を復興させて、利益を得ようとしたが、大部分の住民の忠誠を得られず、軍事的に、モレアを守ることもできなかった。そして1714年に始まった、オスマン・ベネツィア戦争において、モレアは1715年6月から9月にかけ、オスマン帝国に再征服された。ベネツィアとペロポネソス半島の関係は13世紀初頭の、 第四回十字軍まで遡る。この時ベネツィアはペロポネソス半島沿岸のモドン、コロン、ナフプリオ、アルゴスを獲得した。1460年にオスマン帝国がペロポネソス半島の大部分を征服した際にもベネツィア植民地は持ちこたえたが第一次、第二次、第三次オスマンベネツィア戦争を経て順次奪われていった。またオスマン帝国は キプロスやクレタなど他のベネツヤ海外植民地も次々とダッシュしていった。しかし1684年にオスマン帝国が第二次ウィーン包囲に失敗したことで風向きが変わった。ベネツヤは新生同盟に加盟しオスマン帝国に宣戦布告した。フランチェスコ・モロジーニの指揮の下でベネツヤは優位に立ちオスマン帝国の弱体化につけ込んで1684年の うちにレフカダ島を奪取した。翌年、モロシーニはペロポネソス半島に上陸し、2年のうちにギリシア人住民の支援を取り付け、半島とその中の要塞を制圧した。さらに、ベネツィア軍はギリシア中部に侵攻し、アテネを制圧したが、ハルキスの城壁に阻まれた。これ以降戦況は膠着状態に陥り、 両陣営が互いの支配地を散発的に攻撃し合うにとどまった。1699年に新生同盟とオスマン、帝国の間でカルロビッツ条約が結ばれ、ペロポネソス半島、レフカダ島、アイギナ島が正式にベネツィアのものとなった。モレア王国の行政区分1688年の時点でモレアは完全にベネツィアの支配下に収まっていた。 ベネツィア政府はジャコモコルネルをモレア総督として獲得地の統治を命じた。彼が直面した問題は深刻なものだった。長引いた戦争のために多くの住民が流出しており、2115の村のうち656が敗村となっていた。特にムスリム住民はベネツィアが半島を制圧する以前にほとんど半島を離れていた。パトラでは 戦前2万5千人の人口があったが、戦後はわずか1615人しか残っていなかった。コリンティアとマニハンを除くモレア全土において、戦前の人口は20万人と推定されているが、1688年にベネツィアが行った調査では8万6468人に減っていた。一方で1671年から1679年にギリシアに住んでいた。 イギリス人、バーナード・ランドルフによれば、彼のいた頃のモレアの人口は12万人ほどで、その4分の1が、ムスリム、残りが、キリスト教徒だった。これは、クレタ戦争などにより17世紀を通じて、オスマン帝国が、モレアの人的資源を削り続けた事実と合致している。コルネルの監督のもと、ベネツヤ本国の元老院からジェロニモレニエール、ドメニコ・グリッティ、 マリオ・ミケルという三人の元動員議員がやってきて、行政や地方政府の再建、地籍の作成、土地紛争の解決などに着手した。その結果、モレアは以下の四州に分割された。各州、地方は監督官が置かれ、彼らが民事と軍事の両方を握っていた。また、修道委員長が司法を、財務官が財政を担当した。また、モレア王国の行政には、 1204年以降、一貫して、植民地であったキティラ島やアンティキティラ島も組み込まれた。モレア総督の一覧ベネツィアのモレア総督の正式な称号は、プリベベリトアジェネラールデルアーミーであり、ナフプリオに駐在した。初期には二人のプリベベリトリが、臨時の補佐役としてついていた。総督は、任期の間、自分たちの姿勢について、ベネツィア本国に報告書を送り続けた。 歴代の総督は以下の通りである。ジャコモ・コルネル・タデオ・グラデニゴ・アントニオ・モリン・マリン・ミケル、アゴスティのサグレド・パオロナニ・フランチェスコ・グリマーニ、ジャコモ・ダモスト・アントニオ・ナニ・アンジェロ・エモ、マルコ・ロレダン、アントニオ・ロレダン・アレッサンド・ロボン1700年のヨーロッパ・モレア復興のため他のギリシア各地から土地を与える約束で移民を集めた。これに応じた移民の多くはアッティカから来たが、 この地域を含むギリシア中部も、モレアと同様に戦争で著しく荒廃していた。他にも、2000人のクレタジニア、カトリック教徒のキオストーミン、ベネツヤ領イオーニア諸島の住民や、中にはブルガリアからやってきた移民もいた。またモレアに残った1317人のムスリムが、キリスト教に改修し、土地や商業特権を与えられた。この政策のおかげで、 モレアの人口は急速に回復した。マニ半島を除く全土の人口は1691年の時点で9万7118人だったのが、翌年には11万6000人となり、1700年までに17万6844人にまで増加した。また、商業特権を与えられた都市が栄えたため、農村から都市への人口流入も発生した。 ベネツィア当局は農業と商業を復活させるために寛大な統治方針を取った。入植した1家族には60ストレンマの農地が与えられ、地域の長老には100ストレンマが配分された。また、フランスやイタリアからドウ産業がもたらされ、外国からのワインには関税がかけられた。これはギリシアのドウ栽培を復活させ、 西ヨーロッパにレーズンを輸出するためだった。また林業やモレアの伝統的な絹産業も奨励された。ギリシアの中でオスマン帝国の支配下に留まった地域や北アフリカとの交易ルートも整備され、レーズンや穀物、綿花、オリーブ油、皮、絹、ロウといった物産が輸出された。こうして経済も大きく発展し、税収も急速に増加した。 1684、5年の税収は6万1681レアルだったのが、1691年には27万4207レアル、1710年には50万501レアルにまで増えた。そのうち5分の3はモレアのために用いられた。なお、モレア戦争以前のオスマン帝国主配下での総税収は169万9000レアルと推定されている。 ベネツィア支配下のモレアは多数の移民が流入したため非常に社会的流動性が高かった。元からの住民と移民は形の上ではそれぞれがそれまで属していた社会階級にとどまっていたのだがベネツィア当局は体制支持者に頻繁にコンテアスと呼ばれる世襲報道を与えた。この政策は経済的な公共をもたらした。五百七十年代に ペロポネソスのキリスト教とスイーパーヒーが解散させられて以降初めて裕福な商人や領主の階層が形成された。その多くはアテネやキオス島、イオニア諸島出身の人々だった。ギリシアの歴史家アポストロス・バカロポーロスによるとこの階層が後に18世紀後半からギリシャ独立戦争までオスマン帝国主配下で ペロポネソス半島の自治権を独占し過藤性を敷いた、コジャバシスあるいはプロクリトイと呼ばれた階層の起源となった。その一方で、先住者か移民かにかかわらず、大部分の農民の置かれる状況は、借金や不益、土地の欠乏などにより日増しに悪化していった。こうした急乏した農民たち、特に中央ギリシアに住み着いた移民の多くは、コリンティアコス湾を渡って、 オスマン領に逃れることを選んだ。オスマン当局がこれを歓迎した一方、ベネツィア当局は住民流出を防ぐため警備隊を増設せざるを得なかった。この状況は、モレア人社会の心理をよく象徴するものだった。あとの1715年に、オスマン帝国がペロポネソス半島を再征服した時、大部分の住民はこれをそのまま受け入れた。ベネツィアを支援した住民は、 コンテアスなどごく一部で、彼らは、ベネツィアの敗北に伴い半島における資産を放棄して、イタリアへ亡命していった。モレア戦争中の略奪と混乱のために、ベネツィア領モレアでは、全土で盗賊が横行していた。これに対抗するため、ベネツィア当局は、メーダーにと称する武装警官隊を組織し、また、オスマン帝国のアマルトイ制度に習って、各村を武装させ自衛させた。 これらは一定の成果を上げたが、盗賊を完全に一掃することはできなかった。マニ半島民などは、到達困難な産地に城塞を築き、ベネツィアの支配を拒み続けた。ベネツィアは、住民との衝突を避けるため、現地のギリシャ正教会をほぼそのまま残した。しかし、ギリシャ正教の長であるコンスタンディヌーポリ総主教は、オスマン帝国のスルターンの庇護下にあるため、ベネツィアは、 ギリシャ正教会への不信を捨てられず、宗主教への収入を制限したり、モレアの聖職者を総主教ではなく現地の教区で選出させるよう要求したりして、総主教の影響力を弱めようとした。しかし、このモレア住民とコンスタンディヌーポリ総主教の関係を弱めようとする取り組みはうまくいかなかった。一方で、ベネツヤ当局はカトリック教会の普及にも力を注いだ。 領内のモスクを改修したり新築したりして、教会を増やし、モレアうちの様々な教派から修道像を集めるなど、した。1708年には、モドンにアルメニアカトリック教会、メヒタリスト派の教会が設立された。これは、オスマン帝国による再征服後の1715年に、ベネツヤ本国のサンラッザロデッリアルメニに移転した。モレアのカトリック教会は、 コリントス大司教の管轄下に置かれた、モレア王国時代の聖マルコのライオンとハルバード。アテネ国立歴史博物館像カルロビッツ条約で手放したとはいえ、オスマン帝国はモレア奪回を諦めていなかった。1702年には早くもオスマン帝国がモレアに隣接する地域に物資を運び込んで戦争を始めようとしているという噂が流れた。 ベネツィアはこれに対抗すべく、モレア統治開始当初から各地に要塞を築いて、対抗しようとした。しかし、ベネツィア軍は、物資や士気、そして、何より、人員の絶望的な欠乏に悩まされていた。モレア戦争中の1690年でさえ、南ギリシアのベネツィア軍は、わずか4683人で、しかもそれは、西ヨーロッパから来た傭兵か、現地で、 チェルニダ部隊を真似て集められたギリシア人で構成されていた。1702年の時点でもオスマン帝国の主神行路と目されるコリントス地境ですら、その防衛隊は、不評2045人と、騎兵戦機程度だった。1698年の調査では、モレア中の要塞における深刻な物資欠乏が報告されていたが、何ら改善策は打たれなかったようである。 ただ一つベネツィアがモレア統治中に行った大規模な防衛施策といえばナプフリオに市街を見下ろせる城塞パラミディを建設したことくらいである。この要塞はモレア戦争中にモロシーニの監督下で建設が始められたものであるが1715年のオスマン帝国侵攻の際には数日しか持たなかった。1711年にプルート川の戦いで ロシア帝国に勝利を収めたオスマン帝国はベネツィアの度重なる違法行為を理由として1714年12月9日にベネツィアに宣戦復刻した。大最小シラーダーリ・ダマトアリパシャ率いる7万人の大軍がイスタンブールを出発し翌年6月下旬にモレアに侵攻した。モレア総督アレッサンドロ・ボント軍司令官 ジェロニモデルフィーノが動かせた軍勢はわずか5000人で、しかも、ベネツィア軍は各地の要塞に散らばっており、オスマン軍の進攻を止めることができなかった。ペロポネソス半島防衛の要であった、アクロコリントストリでも激しい砲撃を受けて、わずか5日で降伏し、ついでアイギナやアルゴスも占領された。7月20日にパラミディ要塞が陥落し、首都ナフプリオも制圧された。 もはや大勢は決死、マニ半島民をはじめとして、モレアの住民は次々にオスマン帝国側に倶り替えした。ベネツィアは、ナバリのところを放棄する代わりにもドンを死守しようと、したが、ギリシャ人住民や傭兵が反乱を起こして、要塞の塔オスマン軍のために開いた。8月16日にモレア城が制圧され、9月7日にモネンバシアとキティラ島が降伏。 モレア王国の全土がオスマン帝国に再征服された。1718年のパッサロビッツ条約でキティラ島だけはベネツィアに返還されたが、モレアの大部分は1821年のギリシャ独立戦争までオスマン帝国の支配下に留まることになった。ありがとうございます。